皆さんこんばんは、マカランビューティーチャンネルへようこそ。金沢マラソンのたくさんの応援、本当に本当にありがとうございました。沿道でマカラン頑張れって声かけていただいたり、会場でもたくさんの方に声をかけていただいて、いつも応援していただいているの、すごいありがたいなとしみじみ感じました。次の目標なんですけど、一旦私はマラソンは置いといて、トラックレースに向けてまた再び頑張っていきたいと思います。今年の年明けからずっと言っている実業団超えっていうところを目標にして、 5000m で15分台出します。まずこれが一つと、その後2月の1周目にある別大マラソンに向けて、マラソンの方は頑張っていきたいと思います。ですので11月12月っていうのは主にトラックレースメインのに、トラックレースに向けた練習をしつつ、マラソンに向けての土台を作って、12月ですね、トラックレースが終わったら2月頭のマラソンに向けて本格的に練習をしていくというような、トラックとマラソンの同時進行でちょっと難しくはなるんですけど、自分がやりたい、自分がしたいっていうふうに決めたので、これからも頑張っていきたいと思います。はい、本当にいつもマカランビューティーチャンネルを見てくださってる皆さんや、私のことを応援してくださってる皆さんのおかげで、マカランビューティーチャンネルも1周年を迎えますし、普段から本当にコメントだったりとか、リアルに会って声かけてくださってる皆さんのおかげで、いつも本当に頑張って頑張ることができてます。これからも引き続き応援してもらえたら嬉しいです。今週の Vlog はちょっとマラソン後の疲れが出てしまって、いつもよりすごい短い Vlog にはなってしまうんですけど、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは Vlog スタート。本日は東日本実業団駅伝の応援に来ました。です。